あ、どうも、本能の小物釣り師です。本日は埼玉県は熊谷市にある切れ所沼という池に来ました。なんか言われが深そうな名前です。初めて来ます。沼全体は公園として整備されていて、無料の駐車場や、トイレなんかもあります。釣り場の入り口には看板が書いてあって、そこになんか文字がいろいろ書いてありますが、まあその辺は適当にというか、まあ昭和の子供の頃の親父沼とか実田沼とか、まああんな感覚で、まあ地元の野池という感覚で釣っていきたいと思います。まあいずれにせよ、大雑把に言うと営業の釣り堀ではなく、放流は漁協で、桟橋は任意団体が作ったもののようです。まあひとまずこの桟橋の一つをお借りして釣っていきたいと思います。公園の様子はこんな感じの、景観に配慮したこう柵があったりとかして、なかなか立派なものだと思います。まあ、草刈りなんかもしてあって、いい感じです。この辺の桟橋ちょっと人が少ないところで、まあ、静かに釣っていこうかなと思っております。さて釣れるでしょうか。この辺でどうでしょうか。釣り方ですが、竿は12尺、棚は底釣りで、一応メーター規定が看板に書いてあるんですが、メーター取る前に着底しちゃいます。ただいずれにせよ初めての場所でもありますので、底釣りで、まあ、ヘラブナ本命としつつも、まあ、いろいろ釣れるといいななんて思っているところです。餌は団子の底釣り進化で、まあ底釣りといえば最近これだと思います。